どうもワニです。そしてこちらはね、俺の経営中の爬虫類館なんですけども、今営業終わって夜、俺はね毎週基本的に土曜日に出勤してるんですけども、明日11月11日と12日、今回はね2日間出勤いたします。今回はただの出勤じゃなくて、とあるイベントを行います。はい、こんな感じで今生態販売のブースができてるんですけども、そう、今回爬虫類クラブさんが出張してくれまして、爬虫類館の方に来て生態販売を2日間行います。はい、ブースが完成しました。すごい数の爬虫類を連れてきてくださってますね。何匹ぐらい連れてきたんですか？だいたい100ぐらいは連れてきてますね。お、綺麗な双子ヒゲトカゲ、ブラッドレッドトランスだそうです。めっちゃ赤くていいですねこれ。そうですね、かなり双子の中でも赤い子かなと思います。鬼プレートトカゲ、おお、モニターもサルファモニター、あ、ノドグロ岩オオトカゲ、俺これ好きなんですよね。いいオオトカゲ来てますね。グリーンイグアラのアルビノも美しいですね。大きくならないモニター、リッジテールモニターも来てます。キメラアオジタトカゲブラック、めっちゃかっこいい。あー、赤目カブトトカゲ、こいつね目はなんか大きくてキュロンとしてて可愛いんですけど、体がねワニのようなゴツゴツとした鱗をしていて、めちゃめちゃかっこいいんですよね、怪獣っぽくて。あ、他にもいろいろ、あ、うちにもいるメラウケアオジタとかもいますね。アンダーウッディサウルス、クレステッドゲッコウとか、ちっちゃな双子の赤ちゃんも来てます。あ、こいつなんか最近 YouTuber の間で人気なコモチミミズトカゲ、すごい独特だよなこれ。ミミズみたいな体つけたけど、ちゃんとね鱗で、これヘビじゃないですもんね、トカゲなんですもんね。トカゲですね。よく見るとちゃんと目とかもついてるんで。うわー、これアルマジロトカゲみたいな、かっこいい。これなんすか？これ日向鎧トカゲっていう種類です。鎧トカゲか。ほんと名前の通り鱗がもうゴツゴツで鎧みたいでかっこいいですね。でもちっちゃくてかわいい。こんなもんですか大きさは？そうですね、だいたいこんなもんで大人のサイズになってますね。綺麗なヒョウモントカゲモドキもたくさん来てます。ヒョウモンだけじゃなくて、西アフリカトカゲモドキとか、東インドトカゲモドキ、ダイオウトカゲモドキとかも来てます。うわ、このリューパーめっちゃでかいですね。これスーパーゴジラジャイアントラプターという種類だそうです。もう20センチ後半ぐらいありそうだな。あ、エメラルドツリーボア、かっこいいですね。カメレオンも連れてきてくれてるんですね。これエボシカメレオンですよね。なんか顔が白いですね。エボシのパイロっていう品種ですね、はい、こう体が色抜けたように白くなってるのが特徴なんですけど。あ、これなんかその環境に応じてとかね、感情で色が変わってるとかじゃなくて、こういう色なんですか？もうそうですね。で、抜け方は個体差があるんで、はい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 、気に入った子を探すと楽しいかなと思います。そんなんいるんだ。うわ、でっかいブラッドパイソン来てる。スマトラですか？スマトラです。結構でかいな。うちで展示してるのと同じぐらいあるかな。この子性格はどうなんですか？割とこう持っても平気なぐらいには。本当だ。モテるんだ、いいな。いいっすね、モテるブラッドパイソンって結構貴重じゃないですか。あ、そして、あ、結構立派なアダルトサイズぐらいの青大将、もう卵産めますかね？まあ、いけなくはないですけど、まだ若いんで。まだちょっと若いか。そうですね、もうちょいかな。来年くらいですかね。うん、いいな、普通に俺が欲しいぐらいだなこれ。そして、あ、真っ白なね、人気のヘビ、ブラックラッドスネーク粒子。あ、他にもヘビたくさん来てるな。カリフォルニアキングスネークとか、コーンスネークもいろんな色の子が来てるし、かわいいアルビノのシシバナヘビとか。あ、カーペットパイソンも来てるんだ。ノーマルのボールパイソンも来てます。おお、やる気満々な感じのアマゾンツリーブア、かっこいいですね。ちっちゃなブラッドパイソンも。あ、ブラジルレインボーバーもいる。うわ、これめっちゃ綺麗で可愛いですね。これなんすか？これ東ピルバラヒメイワトカゲ、オーストラリアにいるトカゲですね。めっちゃマニアックなの来てますね。もうトゲのような鱗でめっちゃかっこいいけど、なんかちょっと体型は可愛いし、色はオレンジ色で鮮やかで綺麗ですね。こんな子も来てます。
あら、かわいいリクガメさんも来てます。ヘルマンリクガメとギリシャリクガメ、あとマルギナートのかわいいサイズも来てますね。ピンポン玉よりはちょっと大きいぐらいのサイズ。両生類もいろいろね、クラウンウェルツノガエルとかピパピパとかマダライモリに、もうちょっと立派なサイズのアフリカウシガエルとか来てます。あとこういった大量のねコルクとかも持ってきてくれてます。イベントに伴って爬虫類館も生態をまた入荷しました。こちらは可愛いサイズのイヤメガエルたち。こちら珍しいクラウンウェルツノガエルのミュータント、色彩変異個体とも呼ばれたりしますね。真っ白で美しいですよね。あと可愛いサイズのヘルマンリクガメ、まだピンポン玉ぐらいですかね。相変わらずね、うちで孵化してくれたパターンレスアルビノの青大将もまだいます。うちで孵化したアヤムセマニのヒナがもうすっかりね大きくなってきてます。この子メスっぽいかな、こっちはなんかオスっぽいな、明らかにトサカが違いますね。生まれてまだ間もないぐらいのヒナもいますよ。ちょっと育ったぐらいのヒナもたくさんいます。みんな大好きタイガーサラマンダーも入荷しました。他にもいろんな生態が待ってますんで、ぜひ皆さん遊びに来てください。あ、今回イベントなので生態を1万5000円以上お買い上げの方は入場料無料になります。生態買いにだけ来たいなっていう人もね、ぜひ気軽に遊びに来てください。という感じで今回の動画はこれで終わりです。また次の動画でお会いしましょう。